こんばんばは1ヶ月前、彼と仲違いしましたと、えー。原因は彼が医師でコロナで忙しいのにもかかわらず、私が彼に執着しすぎて彼を追い詰めてしまったからです。とりあえず半年連絡経って自分を磨いてからまた会いましょうと約束したんですが、その約束ができるまでにたくさん彼を傷つけてしまいました。えー、そのせいか、えー、彼が自分は不要な人間だから他の人を探してと言わせてしまいましたと。後悔と自責でぐちゃぐちゃです。 私は適応障害とパニック障害の医学生ですと。まあ、わが学生さんっていうことですね。学生さんで、うん、まあ、なんかこう、恋愛をうまくできないってことですよね。まあ、医学生だろうが医者だろうが、なんだか、まあ、でもそうですけど、若いうちの恋愛で、なんかすごくこう、距離の取り方がわからないってことはよくあるんじゃないかなと思うんですよね。うん、だからその これもなんか、今度の動画、なんか動画で撮ってますけど、あの、えー、多分近日公開されると思いますけれど、あの、恋愛の中で、そのね、なんか互いの半身を求めるように、 なんかこう密,接密着しちゃうというかその恋愛をそう捉えてしまうことってありますけどでもまあ,あの恋愛ってそういうものっちゃそうかもしれないけどやっぱり普通に独立した個人と個人が、まあえー、家族になっていくってことなのであのやっぱり距離は大事だし甘えすぎるっても良くないですねだからそのまあそういうふうに思う,思うけどねだから思春期があって すごくこう、今まで親とか家族の一体感があったというか、そういうその世界と自分が分,分断されてるとか気づかない状態から思春期を経て分断されてる自分は個人であり人間は個々、個人個人全然違う生き物なんだってことを気づくわけですよね。で、気づいた後に、でも恋愛は違って、また過去のようなね、こう、なんかその、くっついてくみたいな、 気持ちになるわけよまたその互いと互いの境界線が崩れるようなものなんじゃないかっていうふうに勘違いするんだけどまあそんなことはなくて <laughs> なんか <laughs> それは性本能とかホルモンバランスの影響でそう勘違いして過去に戻るんだけどやっぱそんなことはなくてやっぱり互いに個人と個人なのでまああの 傷つけたり、傷つけあったりすることで、まあ、それを、まあ、もう一回、その認識する、そういう人間は個人と個人なんだってことを再認識するっていうことなのかなと思いますね。はい。まあ、頑張ってください。えっと